ライン6は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、カラバサス市の音響機器、楽器製造会社。旧社名は、ファストフォワードデザインズ。主に、プロユース向けのデジタルモデリングを中心とした、エフェクターやスピーカー、ギター、オーディオインターフェース、業務用、オーディオ機器など製造する会社である。現在、ヤマハの子会社である。 1985年にオーバーハイムのシニアエンジニアであったミシェル・ドゥアディークとピアニストのマーカスライルによってプロオーディオ機器を製造する前身のファストフォワードデザインズが設立される。1996年にアクスシス212というモデリングギターアンプの販売を機にライン6と名を改めた。アクスシスはそれまでに存在した。 多種多様なアンプのサウンドをマネルすることに成功した。その1年後、Line6 は Pod を発売する。それまで各社から発売されてきた伝統的なアンプのサウンドをたった1つの赤いボックスで手軽に再現できるようになった。1998年には、プロツールズ用の TDM プラグインアンプファームを発表。その後、Pod はバージョンを重ね、 Pod XT2007 年には Pod X3 へと進化した。その間にもベース専用にチューニングされたベースポッド、ベース Pod XT を発売。またフロアタイプの Pod XT ライブやラックマウントタイプの Pod Pro、Pod XT Pro も開発した。そのテクノロジーを活かしフロアタイプのモデリングエフェクターも発売。各種ディレイをモデリングした。 DL4 などの大型タイプ、小型のトーンコアシリーズを販売している。また、2002年からアコースティックギターやギター、ベースなどのそのもののサウンドを再現したバーヤックスギターも投入し、高級ギターメーカーのジェームスタイラーと共同開発の元ワールドムシュカルインストゥルメンツが製造し、販売されている。また、純アメリカ製の US カスタムシリーズでは、 ワイルドウッドマニュファクチャリングが木材加工、パッドウィルキンスが塗装、ジャクソンカスタムショップの元マスタービルダーのティム・ウィルソンと、グレッグ・バーネットが組み込みを行うなど、ハイエンドギターとしても売り出している。2011年から、プロツールズなどの開発元である、アビットテクノロジーの元副社長と、元社長のポール・フェクラーとジョー・ベンティベーニャがそれぞれ、CEO と CEO に就任。 2013年12月、Line6 は、ヤマハに買収され、系列会社となる。Pod X3Pod HD ラック型タイプ現在、ウアストレイクレコーディングスタジオや、ソニーミュージックスタジオなど大手レコーディングスタジオで採用されている、アンプシミュレーター。PC と接続し、オンラインショップから、アンプモデルやエフェクターの追加購入できる機能を、搭載した。 今までのモデリングを元に改良し、ベースアンプも全て一つに統合された。また、オーディオインターフェース機能やマイク用インプットが搭載された。X3 以前に作られたモデリングを全て一新したシリーズ。二つのアンプをミックスすることができるデュアルトーンが導入された。ありがとうございます。